さあ、始まりました。隣人、堂前千代崎チャンネル、ネタ解説動画。さあ、ということで、はい、事前にネタの動画のみ上がっているとは思うんですが、それは僕たちが見ながら、ここはこういうとこだったよね、うん、みたいな、ちょっとおさらいしながら、はい、音声的な感じでやっていく動画でございます。今回のネタは、コントの準食でございます。準食か。ます。警察同士ですね。僕が先輩、若手、刑事の、はい、巻き起こるコント。まあ、あのシリーズですね。あのシリーズやね。あのシリーズ。謎たとえシリーズですよね。うん。結局あれはでも日本しかやってないんか。結局やってないね。いや、そっか。漫才でも一本あるから。漫才でも。パンクのやつ。パンクの修理から始まって、で、なんかヨガの。ヨガみたいなポーズしながらみたいな。ヨガみたいな、うつ、全く覚えてないわ。多分単独のな、無観客の単独かなんかのな、漫才の一本にやってね、一回な。そうそう。で、これがまあ、シリーズ3作目ということになります。ヨガなんかやって、なんかこんなんやった覚えてない、なんか、こういうポーズやねとか言って。おい、微妙そう。わからんけど、なんか一回やってる気がする。めっちゃ宝の可能性あるやんか、それ。まあ、そうやな。まあ、使い回せる可能性があるからな。ちょっと、それはちょっと探さないで。発見やな、それ。まあ、そのシリーズの、3作目がまたコントでも来てると。はい。いうことなんで、では、早速見ていきましょう。赤村さーん赤村さん犯人のやつ容赦なく打ち上がって、うん、なんで僕のことに変わったんですか若手のお前より、年いった俺が撃たれる方がええやろ。なんでそんなこと言うんすか。それは誰やん。中村さんと僕、これから刑事生活エアフォース。いや、でもこの時は、この時撮ってた全部エアフォース。エアフォース。エアフォース黒よ。黒です。黒と白のエアフォースよ。ええやつですか、これは。この、ここだけね、色変えてる、カスタマイズしてるやつですよ。自分でした。自分でしたやつです。そんなのちょっと考えてください。ベテラン刑事の、ベテラン刑事のエアフォース。いや、いてあるかもしれないけどね。だって、これ、革靴なん？俺いつも迷うねん。いや、確かに。警察役おるやんか。警察ってどないしてんの？だって走ったりするもんな。なんか、小栗旬とかはスニーカー履いてるイメージもあんねん。うんうん、走りやすいとかさ。そりゃそうやな。よう考えたら。そう。追いかけるとかあるやんか。そうやで。でもあれもドラマだけかもしれんからな。実際の警察も、もしかしたらちょっとこう、乱臭みたいなの履いてるかもな。警察官は、警察官も走るもんな。何を履いてんねやろ。足元見たことないな。確かに。でも走りやすい方がええやんか。絶対そう。だから、川底の靴ではないと思うけどな。さすがにラバーソールやろうな。うん。まあそういう意味では、まあまあ、セーフかもしれません。大気。追いかけてて撃たれてるわけですから。わかんないっすよ。いや、お前は大丈夫や。は考えよ。ああ、さあ、ああ、起きて。中村さん、起きて。怖らえられんから。それ、どういうことや。いや、コアラ、コアラはもう24時間で18時間ぐらい寝るんですよ。うん、中村さん、コアラやったらその長いこと寝ててもいいけど、コアラ違いますよ。ああ人間ですよ。そうか。刑事、うん、捜査中なお金と。ホイコーローで、メッシー、2杯を食えるのは、みたいなことか。どういうことですか。ずるいよな、俺。どういうことなんですか、中村さん。毎回適当に言ってるわ、ね、起きてよ中村さん起きて起きて MRI 受けてちょうだいからそれどういうことや MRI ですね、うん、脳走られるやつ、うん、なんかこんな筒みたいなのがバーッて入ってもう数字があんま動きませんよっていう状態だと分かりますけど違いますよ、うん、刑事、うん、捜査中、うん、犯人ワンド、お金と王監督って実はS サイズの T シャツ着てるんですね。みたいなことか。どういうことですか？なんて言ってたんやろ。サイクライプはどうですか？って実は S サイズの T シャツ着てるんですね。黙ってないもんな。アメリカンサイズやったもん。起きてください中村さんメデューサと目を合えないねんから。それどういうことや？いや、メデューサ、頭蛇でね、目を合ったら石になってカチッってなってまわれ。いや、メデューサと目を合ったらそのまま OK ですけど。終わってないでしょ、うん、刑事、捜査中、おかげんと、お金と、あ
このボンさん、キックスクーターで家来んねやみたいなことやな。おるけど。どういうことですか？当時のあの人は結構キックスクーター。このさんだけ。あんま言わんねん。ねえ。言い逃げしない。言わへんっていう。起きて。起きてくださいよ。芝バサワールド来てんじゃねえんだから。それどういうことや。芝バサワールド。夏になったらの、すっごい長いあのウォータースライダーが出るでしょ。あれ乗ってる時、こう寝転がってグーッですと寝転がってるんやったら、わかりますけど、今。ああ、ちゃいますやん。刑事ですよ。犯人捕まえんと。ねえ、お金と。ああ、足のサイズ、SML っていうやつなんや、みたいなことやな。さあ、どういうことですか？なすかさっきからそのサイズね。ジクロとか。自由の。理由言ってくださいよ。僕だけ一生懸命言って、仲間さん言わんで。ねえ、起きて。起きてくださいよ。タイのお寺見に来たんちゃうねんから。それどういうことや。いや、タイのお寺行ったら、あのなんか寝物があったりどっつい、なんか大仏あるでしょ。仲間さんがなそのでかいタイの大仏やったらわかりますけど。ちゃいますよ。刑事。刑事。生きてる。お金と。漫画の完全版ってちょっと落としたみたいなことやろ。どういうことですか。最後一歩分からへん。分厚い。理由言ってください。ねえ。起きて、おぎんと、おことやないねんかな。それどういうことや。中村さんがおことやね。さか僕がこうやって引いてんねやったらわかりますけど、ちゃいますよ。人間、刑事、おぎんと、ね。ピーマンって。おい、お前は起きてるやろ。なあ、起きれるでしょ、そんなにずっとしゃべってたら。中村さんあれでしょ。え？起きたらあかん大学とか卒業してるんですか？おう、卒業してるの。卒業したんですか？卒業してる。起床。うん、はい、これがなんか僕の調子がすごい出るネタっていう認識があるんですよ。今日この時調子悪いですね。あ、悪いんや。めちゃくちゃ悪い。あ、そうなんや。一貫性がないんですよ。あ、一貫性を持たせれてる時調子いいんや。調子なんか1個目言ったこと回収できてるなみたいな時、自分の中でね、勝手にね。おうおう、なんとなくな。そうそう、舞台で何回かやった時、2回目ぐらいの時、うわ調子ええと思って、関連性あるわみたいな。そう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 。けど今回はなかったね。まあまあ、こういろんな多種多様にこう、そう渡っておりました。調子でねんな、自分のなんかあれ言おうみたいな、事前にちょっと考えてんねんけど、まあ寝転がってる間な、何でもええからこれって。俺の方は結構調子悪かったな。これ調子悪い。めちゃくちゃ調子悪いです。1個目はちなみに何を言ってたんですかね。1個目何、1個も聞こえんかったな。なあ、ちょっと見てみようか。ホイコーローでメッシ2杯は食えんわみたいなことか。ホイコーローでメッシ2杯食えん、多分ね、町中華行ってるんですよ。ホイコーローでメッシ2杯食えるで。あの、これ下からの方がええか。あの、ロンロン行った後ロンって出てくるのバリ早いんやったっけ。ロン早いやな。ロンはいいよ。ロン、あの並びいいよな。ロンと横の焼きそば、焼きそば家系、取り木あって、松屋あって、って最強やな、あの通り。あの辺強い。たこ焼きはもう増えたし。あかっこええね。そうだから、ロン、だからその時食べた昼の例えは しやすいね、僕は。あ、まあ、最初に出てきてもでもな。そう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 。ホイコーロー。ホイコーロー。ホイコーロー食うたな、多分。うん。王が出て、王出て、とか足のサイズとかもよう言うねんな。足のサイズも言ってたね、SML 言ってた。そうそうそう、そんな。でも調子悪い時は。サイズやな、サイズ、だから、王監督の T シャツ以外と S サイズ着はるんすね、の後に、そう。サイズ系がやっぱ着てしまったあたりにちょっと不調が出てる。そう、不調出てるね。結構絶不調ぐらいの。コントでございます、これは。このパターン、嫌いじゃないから、量産したいな。まあこんなもんなんぼでもできるからな。その場で、うん、せえな、うん、設定つけて医者と患者とかでやりたいな。まあなんぼでもできそうやな、うん、確かにいけるでしょう。いや、いいですね、うん、こうやって振り返るのもまた一つアイデアになるというのも良さでございました。ヨガのやつちょっとやってみたいですね。もうでも新ネタでいけんじゃん、それ。いや、もう覚えてない覚えてない。ハイキックそれしか。いや、受けてない受けてない受けてない。無観客やろ。あ、いや、わかる。もうその記憶もないぐらい。
でも多分無観客やったんちゃうかな。2回目の単独か。今日ハイキックやから、ヨガ。ヨガ。じゃあ、新ネタじゃない、バレるやん。高い俺らも覚えてないから新ネタちゃうそれ。いや、死ね、でもまあ、結局ほぼ死ねたやけど。まあ、その、このパターンは全然いけますからね。せえな。ちょっとまたなんか作りましょう、うん、これで。作りましょう。はい、ということで、今回の、ネタ解説動画は、住職のネタでございました。ご視聴ありがとうございました。